チャンネル登録しました。はい、じゃあ今、Thank you。おお。アイザイマス・トーマス。アイザイア・トーマス。頑張りまーす。バスケ知ってんの？いや、バスケ知ってんのじゃないですよ。アイザイマスって言ってたら、リスナーさんが、アイザイア・トーマスって来たんで、でアイザイア・トーマスって言ってたら、ね、バスケ好きなんですかって今みたいに来て、バスケ知らないですけど何ですかって言ったら、アイザイア・トーマスさんはなんか NBA のバスケットボール選手ですみたいな、そういうことですね。僕全然わかんないです。アイザイア・トーマスさんちょっとわかんないですけど、でググったらなんか身長が170何センチで楽々なんかダンクシュートするすごい名選手だよっていうのが出てきたんで、アイザイア・トーマスごきげんよう。うん、お願いだからポーチに出て、お願いだからそれだけはお願いします。お願いします、お願いします、それだけはお願いします。もう謎のテンション、もう眠いんでね、目は寝てるんでね、もう、あ、入られてやがる、くんちくしゅう、開いた、お、逃げてる逃げてる、なんであっちの方行ってんだ、待て待て待て、お、ミニポーステルだと、モサかな、モサだね、これ確実に。ミニポーステルモサがいる。たくさん持ってんじゃねえか。あ、いなくなった。あの丘行っちゃったんかな。打ち合いして、あ、戻ってきた。戻ってきた。いや、あぶね。あぶね。Oh my goodness, DG! Yeah! すごいな。うわー、いいね、いいね。思った通りだ。君は素晴らしい。これを捨てて、これを持つか。おー、いいね。GG。なんか、でも小学校の頃とかなんかクレヨンとか食べてる人いませんでした？クレヨン何色が美味しいとか言ってなんか食べてる人いたっすけどね、やばいっすよね。幼稚園か小学校はねえか、幼稚園の時何色が美味しくてとか言って食べてる人いましたけどね、体に絶対悪いっすよ。あとクラスに一人はいる消しカスを友達に投げるやつ、あれ僕なんで、はい、消しカスを友達に投げるあれ僕なんでね、はい、いやーなんて言うんだろう、その友達にぶん投げるのはね結構面白い。俺も投げてた、いや僕投げるんでね、僕中学校の時にあれ練り消しあるんですよ、練り消しっていうのがあの売ってるんですよ、文房具屋さんに、文房具屋さんに行って練り消し買って、あのコーラ味とかのね、コーラ味じゃねえや、あコーラの香りがする練り消しとか買って、それを友達に投げるんですよ、そういう仲のいい友達に、もう本当に冗談分かってくれるような、絶対あの冗談分からないやついるんで、そういうやつにやるとブチギレ、何これブチギレたりするんで危ないんで、冗談分かってくれそうなすごいなんか親友みたいなやつに投げるともう切んなきゃいけないですよね、練り消しだと。であの真顔で本当にやめてくれって言われて、そこからもうあの練り消しは卒業しましたけど、まあねそういうことやってるとね本当にね危ないんでね、友達いなくなっちゃうんで気をつけてください。あ、一年中半袖短パンの人いましたよ。うん、半袖短パンいたいたいたね。うん、なんか昔の給食なんかどうなん、何歳ぐらいのあれか分かんない、親世代の人だとなんか給食のパンとか持って帰れたらしいんですよ。うん、持って帰れたらしいんですけど、おポーション出た、これ取ろうか、持って帰れたらしいんですけど、なんかそれをね毎回その机の中に忘れる人がいたらしいんですよ。もうなんかやばいらしいですよ、なんかもうなんか緑色くなったパンが出てくるっていうね、そういうのもあったらしい、やばいっすね。え、プールとかってなんであんな冷たいんですかね、あのシャワー。
なんであれ体罰でしょあれマジで。いやマジで。いやあのシャワーはね未だにね謎なんですよね。いやあったかいの出してみたいな。まあ確かにあの人数になるとあったかいになると多分ね値段がバカ高くなるっていう。なんであんな真夏なのにプールの水は冷たいんでしょうね。あの地獄のシャワーっていうねなんか謎のネーミングがついている。あれなんなんですかね。あれなんであんな冷たいんですかね。だってあれが嫌で入れない人もいるでしょ。いやなんであんなに小学校の時のプールはあんなに寒かったんだろうっていう。牢屋みたいだね。入れお前らっつって。でなんか塩素がなんか最初入らされて、次にはなんかすっげえ冷てえシャワー。あれ絶対ね冷やしてると思うんだよな学校側が。学校が冷やしてる説あるから。あれあそこまで寒かったら、うん、絶対冷やしてる。あれ冷水機のあの冷えるやつで冷やしてから使わしてる。あれはあ、プールの掃除 やりましたね。うん、なんかもうとんでもないなんか変なヤゴみたいなのたくさんうじゃうじゃ言って、うん、大丈夫です。うん、小学校の時あれでやばいなと思ったんですけどね。中学校の時僕シニア野球やってたんですけどね、うん、大体雨降って次の週行くとあの外野にカエルの卵がたくさんあるっていう謎の、もう気持ち悪いよもうカエルの卵マジで。カエルの卵バーみたいな、外野に水が溜まってるところにカエルがたくさん、カエルの卵があって、でその時期を過ぎるとカエルが大量発生してもうやばいみたいな。雨の日、僕の学校はね、なんかね、気温が、何度だったっけな、25度かな、なんか、下回るとプール中止っていうね、うん。で、ハンコがないと入れなかったんですよね、僕の小学校。うざくないですか？ハンコを忘れたら、あれですよ。見学ですよ。マジうざいっす、あれ。あれ、意地悪でしょ、学校側の、マジで。ほんと意地悪だと思う。別に、ハンコなんかいらねえだろ、みたいな。野球楽しかった。うん。あの、野球を一度も面白いと思ったことはないです。はい。ハッピーセットでやってたんだよ、僕は。ハッピーセットで野球に連れてかれて、なーなーとやってて。まあ、面白くないですよね。うん。まあ、小学校の時は面白かったですけどね。なんかもう中学校の野球全然そう面白くなかった。殴られてからつまんなくなった。うん。野球部敵に回してて、いや野球部の人は多分分かってくれると思う。うん、いやマジで、いや野球た本当に楽しいってやっている人多分1割ぐらいしかいないよ。多分本当に本当にいないと思うよ。うん、まあ友達がやってるからとか、いや多分1割ぐらいしかいないんじゃないの。いや本当に、いやマジで、いや野球楽しいと思ってやってる人いんのみたいな、いマジみたいな。野球部です、わかるでしょ。なんかなーなーとなんか小学校からやってたからやり続けてるみたいな、他にやることないからみたいな、で結局あの勉強するの嫌だからとかでしょ。俺もそうだと思う。無理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 、楽しくない全然。ほら野球部だったけど、ほらみんなつまんないって言うでしょ。いやつまんないですよ本当に。あの監督っていうのが大体つまんないですからね。僕が監督だったら結構面白いと思うんですよ野球部。うん、今日はですね、練習なしです。はい、今日はみんなで部室でオートナイトでーすって野球部じゃないみたいな。まあそういう部活を作りたいなみたいなね。うん、今日はですね、野球部練習ございません、テニスコートでテニスですね今日はっつって。俺監督だから、うん、いけるよ俺監督。今日はですね野球部練習ございません、今日はですね、みんな映画でね、ダイハードですねつって。野球やんないから。月一野球だから、草野球みたいな。今日は野球ですね、皆さん適当にやっててくださいつって、それではさよならつって。俺野球と監督。熱中症怖いんでね、暑い人はもうやんなくていいですって。グランド整備、雨降ったら自然と、お、何？オーマイグッネス、ジジー、気持ちいいな。やっぱポンプ頭に入るとめっちゃいいわ。パコーン、あ、ドルルってなった今。ドルルル、うーん、私がティーバッ、やばい、隣にいるかもしれないから、シュートにしてた、怒られる。野球部なんで、現役野球部なんで、うーん、もう本当に
もう本当にね、野球をやりすぎたために野球が嫌いになったから、本当は好きだったんだけど、うん、本当はこの中で一番好きだったんだけどね。本当に野球で人生変わると思ったけど、まあ大体怪我して終わるっすね。うわ、当ててきた。マジか。当ててきた敵は詰めてくる？詰めてこない。あ、まだいるわ。停滞してる。あ、飛ぶのか。飛ぶか。飛ぶのか、お前。OK。あ、落ちた。うわ、これちょっとしんどいぞ。あ、飛んだ。やばい。うわ、危な。あ、何やってんの、この人。あ、やった。やった。やばいやばいやばい、逃げろ逃げろ。あっ！オーマイグッネス、GG。ねえ、ジージー、ありがとうございます。初めて生放送見れた、ありがとうございます。どうも、ボクシートです。ありがとうございます。いつも動画見てくださいまして、皆さんありがとうございます。どうしようかな、焚き火しちゃおうかな。2つあるし、さすがに2のためにもったいねえだろって思う人いるかもしれないですけど、もったいないっていう考えがこのゲームもったいないんですよ。もったいない。あ、やばい。不意をつかれた。OK。決め打ちとかしてますか。まあ決め打ちっていうか、今のはあれですよね、予測打ちって、まあ決め打ちになるのかな。こっからって来るだろうって言って、そこにエイムしていたらバーンみたいな、まあ、そういうことですよね。まあ昔のダンジョンなんでね。うん、ありがとうございます。昔のダンジョン、すいません、ネタがわからない人わかんないですね、すいません。当たってんだろう。やだやだ、キー切れそう。いや、マジか。今の死んでほしいんだけどな。昔のダンジョンなんてね。あ、ラグ。あれ？オーマイグッネス！ GG！ あー！これ気持ちいい。こういう、ザーっていう。ユッホー。残り2。なんか野球の解説とか見ると、両チームとか言うじゃないですか。両チームじゃない、両チームとか言うんですよ。あれ、なんでチームって言うんですかね、あれ。両チーム。なんで T なの？発音が良すぎんの、あれ。野球解説者の。両チーム。お、アンチ内だ。オーマイグッネス！ GG！ 今見た！やばい、俺、チーター。チーターマン、チーター、チーターマンで、やばくね、今のスナイパー。吸いついたんだけど。もうピョンピョンピョン、やばくない今の反射神経。やばくないマジで。これ、猛者でしょ。これ、やばいでしょ、これ。これ、やばいよ。今のはやばい。今の猛者。今の猛者だから。うん、あいちゃいます。やば。チーターみたい、今。もうピョンって全てが噛み合っていた。もうすべてのタイミングがバッチグーベリーグーだから、うん、もういい、最高。これがね、結構ね、あ、いるわ。
よし聞いてろ聞いてろ、よーしいいだろ、スナイパーで決めてやろう、寝ろ。What?My goodness, GG! 初見さん、チャンネル登録よろしくね。GG! ありがとうございます。うわ、気持ちいい。素晴らしい。GG! ありがとうございます。